レイバー。それは産業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。レイバー。それは産業用に開発され。課長、スタッフ一同お待ちしておりました。諸君ご苦労で、準備の方は順調です。こっちの方は予定通りに仕上がりますよ。こっち？こっちってどういう意味？どっか調子悪いとこでもあんの？彼がごねてまして。バド、聞いたぞ。なら、なんとかしてほしいわ。僕、お姉ちゃんとの決着まだついてへん。要するに新型機とではなくイングラムとやり合いたいと、そう言うんだな。そうや。なら簡単じゃないか。ゼロピースメーカーを倒した後でゆっくりと決着をつければいい。舞台は用意してあげるよ。そうやかて。勝つ自信ないのかな。宇都宮さんが欲しいんはあいつらの機械とデータやろ。僕が勝って手に入れたらそれでしまいやないか。次なんかあらへんわ。それがあるんだ。君は相手を叩きのめすことだけを考えればいい。今回はね、作戦を変えたんだよ。アスマ、おはよう。やあ、ノア。今日はいつもより遅いじゃん。ちょっと寝坊しちゃった。あ、そういえばさっき隊長がお前のこと探してたぜ。え、隊長が？なんかやったのか。ねえ、アスマ、それで隊長はどこにいるの？さあな、さっきまでここにいたんだけどな。隊長室じゃないか？熊上さん。あら、
よう、泉さん。あの熊上さん、隊長知りませんか？隊長でしょ。それがこちらにも戻ってきていないのよ。隊長どこに行っちゃったんでしょうね。私もこの書類に目を通していただきたいんだけど。遅かったじゃないですか。隊長も探してましたよ。そう、それなんですけど、隊長が見つからなくて。しんさん、隊長がどこにいるか知りません？何か調べ物があるって言ってましたけど、どこにいるかまでは。何か調べ物があるって言ってましたけど、どこにいるかまでは。どこに行っちゃったんだろう。悪そうだし。おはよう、ひろみちゃん。朝から片付け物？ああ、泉さん、おはようございます。これ、太田さんが到着の時に食べたみたいなんですよ。でもそれって太田さんに片付けさせた方がいいんじゃないかな。とは言っても、まあ言って聞くような人じゃないけどね。そうですね。ところでさ、ひろみちゃん、隊長がどこにいるか知らない？隊長ですか？うん、さっきから探してるんだけどなかなか見つからなくて。隊長だったらさっき課長室に入っていくのを見ましたけど。え、本当に？ありがとう、ひろみちゃん。隊長をずーっと探してたんですよ。何怒ってんの？元はといえばお前が遅れてくるのがいけないんでしょうが。あ、そうでしたね。あじゃないんだよ。ところでな、泉、これは松井さんから聞いた情報なんだが。あの刑事さんですか？あ、なんでもこの数日で世界のレーバー関係者が東京に集まっているらしい。それも大物ばかりだそうだ。東京にですか？でもレーバー賞や新製品の発表会の情報は聞いてませんけど。実際レーバー賞などの予定も正式な会合の予定もない。じゃあなぜ？泉、レーバーの最も効果的なプレゼンテーションの方法は何だかわかるか？レーバーの最も効果的なプレゼンテーション？そうですね、実際に作業をしているところを見てもらうのが一番じゃないでしょうか。土木作業用のレーバーならな。しかしそれがもし戦闘を目的とするレーバーだったらどうだ？まさか実戦？でも軍事用でもない限り戦闘を目的とするレーバーなんて。じゃあ聞くが、あの黒いレーバーはどうなんだ？あれは穴掘りをするために作られたレーバーか？隊長はまたあの黒いレーバーが出てくると？それは分からん。だが可能性がないわけじゃないからな。ま、その時にはよろしく頼むわ。え、あ、隊長行っちゃった。
ターノは隊長と会えたか。うん、なんとかね。ところでさ、スマ、あの黒いレーバーまた出てくるかな。黒いレーバーってあのハルミア縄文の時の黒いやつか。あれはバビロンの縄文の時にお前が撃退したじゃないか。アスマはあれで決着がついたと思う？思わない。だけどなんで今頃そんな話が出てくるんだよ。そうね、変なやつ。やっぱ決着をつけなきゃならないんだろうな。お前は決着をつけたくないのか。だってアルフォンスが壊れちゃうもん。あっそ、どうかしたのか。え、いえ、なんでもないです。アルフォンス、今年ももうすぐ終わりだね。一年間いろいろあったけど、私をいつも守ってくれてありがとう。来年もピッカピカに磨いてあげるから、一緒に頑張ろうね。それから、もしあの黒いレーバーが現れた時には傷だらけになっちゃうけど、今度こそ決着をつけようね。おい、ノア、電話だぞ。ん？はい。はい、泉です。失礼ですが。僕や僕、ゲーム上手くなった。ああ、君、誰かと思った。ずいぶん経つもんな。ほんとほんと、結構元気そうだね。あのな、また遊ぼうな、きっとやで。あれ、切れちゃった。誰だったんだ。子供みたいだったけど。ほら、あの子だよ。名前なんて言ったっけ。あの天才ゲーム少年、また遊ぼって。なんだそれ。なんだろうね、私って年寄りと子供に好かれるからな。本当に何だったんだろう。また一緒にゲームをしようっていうお誘いじゃないのか。そうなのかな。いつも最高です。整備の人間にとっちゃ一番の褒め言葉だな。第5管区より通報、千代田トンネル内にて火災発生、第2小隊支援要請。繰り返す、千代田トンネル内にて火災発生。シナリオとマップは頭に入ってきた。最終面までバッチリや。まず一面、そいつをクリアしないことにはな。そろそろお客様の方に参ります。うん、
計画に変更。 Now it's a show time。第二小隊の留守を狙ったみたいに出てきやがった。今無線で聞いたんですけど、佃島に例の黒いレーバーが現れたそうです。でいいんですか、第一小隊だけに任せておいて。いいも悪いもここをほったらかしといて駆けつけるわけにはいかんでしょうが。そりゃそうですが、こちらを早めに。篠原、持ち場に戻れ。あ、それからな、泉には内緒だぞ。はい。早かったな。例の黒いレーバーな。アルミ縄文と大暴れしたやつですか。あれがなんとまた出た。え、俺たちがここにいる間に第一小隊とやり合ったんだが、ゴミよかき、有機器ともに大破。手をかけた。まさか。泉。はい。またぶつかることになるかもしれん。いいな。はい。相手が悪かった。
ゼロは？みんなに見送られてメーカーに里帰りだ。あれは向こうで年越すことになるな。忍さんにとっちゃ痛恨の年越しだな。しかしまあこれで変わるんじゃないかな。変わる？いや、やめとこう。今日俺も休ませてもらうぜ。黒いやつも今日朝あたりは整備と調整で出てこねえだろ。やっぱりまた来ますかね。イングラムとのリターンマッチやらねえわけはないと思うんだがな。何かあったら呼んでくれや。そういう事態の起こらないことを祈りますよ。お疲れ様。岡さんと結城さん、だいぶ落ち込んでたね。そりゃそうだろう。最新鋭のレイバーをスクラップにされたんだ。誰だって落ち込むぜ。あのゼロが負けるなんて、未だに信じられませんよ。聞いた話だと、圧倒的な強さだったそうです。ものの数分で肩がついたそうですよ。なんでもうちょっと早く現れんかったのだ。そうすればこの俺がスクラップにしてやったものを。あんたはスクラップにされる方だろ。なんだトッキ様、それが先輩に対する口を聞かとか。その根性叩き直してくれるわ。やめなさい二人とも。しかしですな、こいつの態度ときたら。その力は黒いレーバーが今度出てきた時に使いなさい。さあ、いつまでもここにいたって仕方がないわ。休める人から休んでちょうだい。はい。どうした、泉？今日はもう休ませていただこうかなと思って。ああ、そうしてくれ。榊さんの話でも黒いレーバーは今日明日は出てこないだろうっていうことだから。わかりました。では失礼します。ちゃんと寝ろよ。黒いレーバーが隊長の予想通りまた現れた。第一小隊のゼロ2機を相手に圧倒的な強さを見せつけた。今度戦った時には負けるかもしれない。もう黒いレーバーを止めることはできないかも。